上がった方が喜びます。価格で貸せるし、資産価値が上がる。だけど、賃貸に住んでる人は地価が上がって家賃が上がると困ります。ということで、こうやって考えると、誰もが喜ぶ理想の形ってなかなか難しいです。誰かが喜ぶと誰かが悲しむ面があるんですね。で、こうしたせめぎ合う現実を追うためには、どちらの立場にも肩入れせず、そしてどちらの立場も無視せずになりきるということです。そうすることによって、他者の合理性を考えながら組織というものの全体像を考えていくということで、その表現手段が私にとっては地図だったということです。はい、時々なんか息継ぎ的な間を入れた方がいいですかね。先ほど、書き直しの話をちらっとしましたが、とにかく修正が多いです。周りはどうなってるかっていうのを考えるとっていう話なんですけど、1個の町の周りだけを考えていたらいいです。ところが町が何個かありますし、この周り A と周り B の A と B がそれぞれ距離が近かったり遠かったりすると、そこにもズレが生まれてくるんです。つまり組み合わせがいくらでもあるので、それぞれの距離とそれぞれの関係っていうのが違うなと思ったら、そこにズレが生まれます。ズレっていうか、その不具合っていうか、整合性の合わない部分ですね。で、なんか違うなと思ったら修正するんですが、あとで知識が身につくということがあります。城下町についてより詳しい知識が、後で本で手に入ったときはそれで修正すると。これはどうします。城下町修正って、これ城と城下町っていう本があるんですけど、これを読むと櫓から道が見渡せるようになっている。そして城下町を守るためにある程度の距離のところに、お寺とか神社が置かれる。そしてそのある程度の距離がちょうどいい、霧のいいっていうと何キロって思いますけど、江戸時代なので間という字で県と呼ぶんですが、何県っていうところにちょうどの町を守るために神社が置かれるっていうので、実例がいろいろ書いてある本がありまして、そうかと。ということで、もともと書いたところの、この網目をいよいよこの道ちげえなということで、この赤い線を全部引き直して、30軒のちょうどいいところに、神社を置いたりしてっていうので、全部道を引き直しました。一番模様が厄介なところを全部書き直すって大変面倒くさいんですけど、しかもこれ誰にも頼まれてないんですね。大変だよって思いながら、もう言われてさーって言いたい、あいつかは自己完結の面倒くさいやつですね。ということで、城下町修正が一番大変でした。あと地形修正ということで、実は私、もともと人文系というか、もともと町だとか人の動きとかから入っているので、地形に弱いんですよ。そうなんですよ。なので、地形を考えるのが難しいと言っても、結構地形をゼロから作るのはなかなか大変で、例えば富士山みたいな山、これは簡単です。こんな感じの山は丸を同心円に描いていくと富士山ができます。ところが、例えば小田急沿線だと、新百合ヶ丘とかあの辺の全部の住宅地はなかなか大変です。どこが山のてっぺんという感じでもなく、なだらかにこんもりと、あそこが高かったりあそこが低かったりというなだらかな凹凸がありまして、でさらに元々の地形を部分的に削って住宅を作っているので、そういった傾斜地の住宅地が一番難しいんです。そこで、その辺に1万分の1地形図を買って10メートルごとに自分で手で引いて、さっきの裏根本と一緒ですね、自主トレしました。どの辺引いて手で覚えるっていう。でそれを経て、その手が覚えているうちに、まあ、ありそうな地形を、まあ、元の地形を入れて後で削っていくっていう。そうするとここで画像なんですけど、あったとか、造成中の、もっと言うと、もともとの地形が残っている、1970年代の入管造成前の地図っていうのを作ってから今の地図を作っている。厄介ですね。で、それなんですけど、1970、80年代って、最新って言ったらしい。なんか懐かしい人がいれば、知らねえよっていう感じだと思いますけど、今だとこういうものって、2018年から19年版っていう出し方をします、はい、ちょっと来年度も入れて、1年経っても売れるようにしておくと。
はい、でも最新で1980年代まで作りました。うちにもあの最新ワールドアトラスっていう世界地図がありまして、イラクとソビエト社会主義共和国連邦が使えるんですけど、逆にね、今逆に最新って聞くと逆に今ノスタルジーを感じたりします。でこんな感じで、ニュータウンができる前の様子を書きながら、元々の地形を考えると、で、これを作った後で、コウモリしたところを削って今の街を作っていきます。はい、でよりその周囲を考えるということで、この街の外側外側を縮尺を引いて考えていただきました。であとは地図以外のいろいろということで、地図だけじゃなくて、もともと地図を作るときに、背抜きでも入れるわけにいかなかったんで、架空のコンビニを入れようと、このアイコンが欲しかったんですね。街に賑わっているところに、なんかこういうアイコンがポポポポポンって置いてあるっていうので、コンビニを4つほど、エブリーマンとアルファマークとキューピッドスクエアと通報プラスっていう、ね、通報プラスはきっと24時間営業以外にも価値があるっていう言い分だったんでしょうね。で、これをもともと作ってからどんどん増えていきました。はい、スーパーから百貨店から、ファーストフードまでって感じですかね。はい、で、これを、まあ、その重くても途中で止まるんですね。あ、で、あとこの空想路線バス、もともと路線バス好きだったので、こんな感じでバスの柄とバスの路線と、今ちょうどあの各路線の時刻表を作り始めてますので、まあ、きっと検索できるようになるんじゃないかと思っています。であとはあの地図から街の様子を想像するっていう人があんまりいないので、どうしたもんかということで、タウンガイドを作り始めました。はい、この写真実は、北陸から九州までいろんな都市の写真なんですが、同じ街の写真に見えるように、空の色を揃えてます。はい、あとは、まあ、夢ガイドですね。こんなそうで、こういうところで始める人、こういうことを始めがちみたいなね。はい、でこれはあの料理作ってる人が写真が送られてくるという、写真だけ送られてくるんですけど、なんでこの人当時大阪在住で、私柿レモン鍋とか食ってないんですよ。お腹減っていて、でも実際食えてないからモヤモヤするんですが、まあ、仕上がりでしたみたいな感じの動画で出ました。あ、気づきました。でも飛ばしますね。はい、で、一番地図の、縮尺でかいのとしてマドリスですね。はい、まあ、こういうね、マドリスってこの、まあ、その一つのごっこですよね。不動産屋さんごっこですよね。不動産屋さんは豊かなシティライフの創造とか言いがちっていう。で、あとはまああれですね、ファックスで送ってきた、まあ、これ自分の不動産屋さんだけで全部扱ってるわけじゃなくて、他の不動産屋さんの物件をこの不動産エキスパート候補で紹介するってことがあるんです。そうすると、コピー、ファックスで送ってきたやつを下だけ変えて貼ってさらにコピーする、どんどん紙が印刷が劣化します。結構ね、不動産屋さんで見るマドリス画質が悪いですよね。これはもともと画像にちょっといいなんですけど、その上に貼ったっていうのも線あるんですよ。で、これは3回ぐらいコピー機に貼ってるとそれっぽくなります。小道具の話ですね。はい、で、まあ、駅名とも最新のだけ作っても面白くないので、まあ、どういう変化をしてきたか、こういうデザインポリシーがずっと一貫している企業で、まあ、でもラインカラーでその路線の色が茶色だったので茶色に入れたんだけど、ある時コンサルに言われてコーポレートカラーの緑色を入れた。だけどやっぱラインカラーも入れようかなと思って後で入れたみたいな感じのデザインポリシーがブレブレの会社の変化みたいなものを入れているような。で、あとはなんかこうシュッとまとまっていく会社と、ね、なんか一番右の会社は、多国語対応と駅ナンバリングとロゴを入れたのにダサいものっていう。